時々は世の常なる恩景色を見ばや、大河とを患いはべりしようも、いかがとだに問いたまわぬこそ、珍しからぬことなれど、なお恨めしゅう、と聞こえたもう。かろうじて、問わぬはつらきものにあらんと、尻目に見起こせたまえる、まみいと恥ずかしげに、けだこう美しげなる恩形なり。で、時々は、世の常なる恩景色、世間の普通の何かむつまじい様子を見たいものだ、妻としての世間普通のむつまじくなさるご様子を見たいものだ、耐え難く重い病気にかかっておりましたものを、いかがでございますというふうに尋ねてくださるのこそ、尋ねてくださることこそ、あ、尋ねてくださらないことこそ、ね、問いたまわぬこそ、問いかけてくださらない、見舞いを言ってくださらないこと、そのことが珍しからぬことなれど、もう平素のあなたの態度で決して珍しいことではないけれども、でもやっぱり恨めしいと思いますよ、そんなふうにおっしゃる。それに対してかろうじてやっとのこと、問わぬはつらきものにあらん。なんでしょうかね、このお姫様は本当にこのところの問わぬはつらきものにあらんというのが、どういう歌を弾いているのか、この頃の歌にすでに問わぬはつらきものにあらんという歌がいくつもあるんですが、まあ、その中で一番古い注釈書の藤原惟幸の源氏釈、それにはその皆さんのその客中にもそれは書いてありますでしょうが、これはこの歌を弾いてるんだと、我が世の、あ、ごめんなさい、君を以下で思わん人に言わすらせて、問わぬがつらきものと知らせん。君を以下で思わぬ人に忘らせて、問わぬがつらきものと知らせん。なんか少し手の込んだ、歌ですけどね。あなた様を何とかして、思わん人っていうのがまた少し動く、解釈として動くんだけれども、あなた様を思っていらっしゃる人に忘れさせて、というのか、源氏に対して、あなた様が、つまりあなた様を、あなた様が今思っていらっしゃる、私以外に思ってらして、しょっちゅうなんか通っていらっしゃるらしい、その人のことを忘れさせてしまって、忘れさせてしまって、でその人に、その相手の女性ですね、もちろんその人に、問わぬはつらきものと知らせん、尋ねてこない、
夜訪ねてきてくれないということは辛いことなんだということを思い知らせてやりたいものですという、まあ、そういう歌と見れば、この一応通らないことはないけども、でもそこまで言うかなという感じなんですね。いくらなんでも青井上さんがね、そこまでこう面当ての、この露骨な引き歌を弾くかなという感じがするわけです。それで定家の ここでは定家じゃないんですが、定家の奥入りもだいたい源氏尺の歌をこう盗用しているんですが、例えばその頃の歌集でよくこの源氏物語が弾いている歌の多い古今六条ですね、古今六条の中なんかには「こともつきほどはなけれど片時もとわぬあつらきものにぞありける、こともつきほどはなけれど片時もとわぬあつらきものにぞありける、言ってこられる言葉も尽きてしまって、で、そんなに長い時間は経過してない間もなくのことだけれども、でも片時でも思う方が訪ねてきてくださらないということは辛いものでありますよ、まあそんな歌ですね。これを弾いているとすればもう少しなんか適切な感じはしますね。源氏尺の歌はこれはどこにある歌だっていうことを全然示していないので、ひょっとすると、藤原惟幸が自分で作っちゃったんじゃないかっていうふうな疑いも持たれている引き歌の上げ方なんです。あるいはまあこの頃ね、こういう「とわぬはつらきものにありけり」というふうな歌い方は「とわぬはつらきものにぞありける」とか「とわぬはつらきものにあらん」とかいうふうな言い方は歌の上で割合に多いんですね。あるいは「古今六条」の他の歌にも「我が宿にきなくうぐいす羽を弱みとわぬはつらきものにぞありける」我が家の庭に春になると必ず来て鳴いてくれるウグイス、それが羽が弱いので、今年なかなかやってこない、それは寂しいことだ辛いことだというふうな歌もある、まあ、こんなのを引き歌に心に持っていたとすれば、ある理解はつきますね。まあ、これしかしここのところどの歌というふうに断定できないんですが、とわぬはつらきものにはあらんというふうに言ってるわけで、ありけるっていうよりもまだあらんっていうのもまたちょっとこうなんかね、私の責任じゃないか、私必ずしもそう思ってんじゃないけども、尋ねてくれないのはつらいものらしゅうございますよとかいうふうな言い方なんですね。と言って尻目に見起こせたまえるまみ、流し目に源氏の君の方をちらっとこう見ていらっしゃるその目つき、意図恥ずかしげに気高を美しげなる御形なり、恥ずかしげってのはね、こっちの方の気分です。そばのものが気恥ずかしくなるような、大層気恥ずかしくなるような様子の気高く美しげなるお姿形である。だからなんかこの非常にこう美しくって、そしてキリッとしていられるその女性が、こんなふうに言うんですから、なんか一層きついわけですね。